一刻も早く政府が結論を出して、この労働基本権という問題はこういう扱いになりますということを納得のいくように決めることだと思うんです。ただいま文部大臣を命ぜられてまいりました。一生懸命やりますこうお答えをしてきました。ワンお座りください。ワンはいかがですか。先ほどご挨拶で述べたように非常に身に余る光栄ですけども、責任が重大であります。まあ、一生懸命頑張りましょう。